はい、今回はですね、いまいち事件の、冤罪について、ちょっと僕の思うところがあるんで、お話ししていきたいと思います。この事件ですね、かなりまた日本の闇が出てくるような、そういった、まあ、事件だと思うので、まあ、リスナー様ご存知でしたら、まあ、思われるところあるでしょうし、多分ですけど、まあ、僕の、入りは多分今回は全然違うんで、まあ、よかったらそこら辺のことを、まあ、聞いていただければと思います。このね、まず、いまいち事件っていう、事件について、まあ、ちょっとだけね、まあ、お話していきますし、基本的に僕は他のコンテンツでも言ってますけど、まあ、なんて言うんですかね、マスコミの話とかっていうのも ほとんど当てにならないし、今回のこの件に関しては、裁判長の言ってることもおかしいんですよ。だからそこら辺の内容も考慮の上に、まあ、進んでいきたいと思いますので、今回も、よろしくお願いいたします。まずですね、このいまいち事件っていうのは一体何かっていう話なんですけど、吉田ゆきちゃんっていうね、まあ、栃木の小一の、まあ、女児が、まあ、丸されたっていう、まあ、そういう事件なんですよね。本当に悲惨な事件ですよ。吉田ゆきちゃんっていうね、女の子が学校の帰りに消えて、次の日に遺体で見つかったっていう、そういう悲惨な事件。そしてこの小学校1年生の吉田ゆきちゃんっていう女の子は、体を数十箇所刺されており、洋服も着てなかった、まあ、全丸の状態だったっていうことが分かってるんですよね。そしてその事件から、もう10年近く、10年以上なのかな、経ってるけど、この小学生の洋服とかランドセル持ってたものっていうのも見つかってないんですよ。これって何なんだろうなって普通に思うわけですよ。そしてね、この、事件が起こってから、まあ、ちょっとしてからなんでしょうね。犯人、がまあ捕まったっていう話なんですけれども、まあ、そのことについてなんですけど、ここからしてまずだいぶおかしいことなんでね、まあ、そのことについてお話していきます。勝俣拓也っていう、まあ犯人、まあ、っていう人物が、捕まった、逮捕されたっていうことなんですけど、この逮捕についてなんですけど、別件逮捕なんですよね。勝俣、拓也は別件逮捕されているっていうことなんですよ。これっていうのは大事なところなんですけど、いまいち事件で捕まってないっていうことですよ。勝俣拓也はね。何で捕まったのかっていう話なんですけど、偽物のブランド品を持っていたっていう、まあそれを売ろうとしたっていうことなのかな、わかんないですけど、そこはね。そこからの別件逮捕で、まあ警察に逮捕されてるっていうことなんですよ。だいぶこれ事件がおかしいですよね。勝俣拓也はこのいまいち事件では捕まってないっていうようなことなんですよ。そしてね、ここからこの事件の、おかしさが一気に加速していくんですよ。多分ね、まあ、こんなこと言っていいかわかんないですけど、こういう事件を見る人で、多分ここを見る人はいないんでしょうけど、僕はここを見てるんでね、なんて言ったらいいのかな。マスコミの言うこととか、警察の言うこととかっていうのも、もうはっきり言って意味がわからないんですよ。正直どの情報を信じればいいのかっていうことはわからないんですけど、この情報っていうのは完全におかしいなっていうことを僕は思うんで、そのことについてお話していきますね。この事件、いまいち事件をまあ担当している、裁判長がいるんですけど、松原さとみ裁判長って名前が分かってるんですよ。これ裁判長だからね。で、勝俣被告に対する、松原さとみ裁判長の発言に注目します。こういうことを言ってるんですよ。客観的事実のみから被告人の犯人性を認定することはできない。難しいように言ってるんで、もう一回いきますね。客観的事実のみから被告人の犯人性を認定することはできない。これってどういうことなのかなって、犯人と判断できないって言ってんじゃないのって話なんですよ。これ松原さとみ裁判長っていう裁判長がね、勝俣拓也を犯人と認定することができないって言ってるんですよ。そして最後にね、その後裁判の途中で勝俣拓也が犯人だとかって言って追い詰めていくわけですよね。この裁判長の言ってることって全く意味がわからないなとかって思うんですよね。こっから出るんですよね、このいまいち事件の裏っていうのはね。警察司法が裏で忖度してるんじゃないかっていう話。こんなおかしいことを言ってしまってる以上、まあ、リスナー様も思うかもしれないですけど、
冤罪だとかって、そういうような、多分ちょっと次元とだいぶ違うんですよね。もう、なんていうのかな。言っていいかわからないですけど、本当にね、おかしすぎてちょっと、なんでしょう。なんとも言えない。で、僕はちょっとこれは一つ、まあ、リスナー様はここを見てらっしゃるかわからないですけど、まあ、結構ね、まあ、許せないところがあるんで、そのことがあるからね、ちょっと今回はまあ頑張って話そうかなとは思うんですけど、うん、まあ、このね、松原さとみ裁判長の言ってる発言がわけわからないですよね。これっていうのは、司法っていうところにいる裁判長がこんなことを言うのかなっていう話で、その、司法と警察がね、裏で忖度してるんじゃないかっていうことを考えるんですけれども、でね、例えばこの事件っていうのは、まあ有名な事件、まあ悲惨な事件だから多くの人が、まあ関心を持ってらっしゃるんだとは思うんですよ。ただね、まあ、冤罪だとかって言うのかもしれないけど、まあそうなのかもしれないけど、そういう根拠をちゃんと思った方がいいっていうこと。で、僕は、まあちょっとまあ許せないなとかって思うことはちょっと別のところにあるんでね、うん、まあそこら辺はちょっともうちょっと後で話していきますね。で、続いて、これ司法がね、この裁判長がこう、よくわからないこと言ってるんですけど、続いて警察の話なんですよね。まあ、言っていいか分かんないけど、このパターンで来てんだろうなっていうことを、まあ僕は思うっていう話です。今一事件のね、まあこの、まあ謎というか、まあこのおかしい方向に話が転がっている、いくのっていうのは、この勝又拓也の自白しかないんですよ。これ警察が自白強要させたっていう可能性が極めて高いんですよね。このような凶悪事件であるにもかかわらず、なぜ物的証拠が出てこないのかっていう話ですよ。これ別件逮捕で行かれてるっていうのを最初に言いましたけど、勝又拓也は別件逮捕で行かれてるんですよ。で、その後勝又拓也っていうのは警察に自白で追い詰められてるっていうようなことがまあ言われてるんですよ。で、このリスナー様も思ってらっしゃるかもしれない、これ僕の解釈なんで、これはちょっと合ってるかどうかっていうのはわからないですけど、これマスコミの話を信用しない方がいいっていう一つ明確な理由があるんですけど、これね、よくこうやって言われるんですよ。勝又拓也はね、ロリコンだからこの罪を犯したんじゃないかとかね、うん、義理のお父さんがね、警察に通報したからとかね、そんなことは多分どうでもいいんですよ。正直僕最後に多分誰も言ってないことを今回言うんで、多分そっちの方がよっぽどね説得力がある。うん、このロリコンだから罪を犯すとかっていうような話っていうのは先入観が入るんですよ。こいつがやったんじゃないかなって。だから、言い方が悪いですけど、この段階ではね、この勝又拓也っていうのは関係してるかわからないし、逮捕されてるって言ってるんですけど、ね、今リスナー様にお伝えしますけど、これ別件逮捕で行かれてるんで、全くわからないわけですよ。どうだかっていうのね。言ってしまえば白か黒かわからない。真ん中のところにいるとも考えられる。で、これ、松原さとみ裁判長のこれ発言もおかしいね、これ。真ん中にまだいますね、白か黒かって。で、警察のこれ自白強要っていうことが言われてるんですよ。うん。で、これっていうのも、まあ本当かどうかっていうのは分からないですけど、調べれば分かるんですよね。こういうことが言われてると。警察は、勝又拓也に自白しないと寝させないとかね。自白をしないと食事を与えないとかって、そういうことを言って、言ってるわけですよ。で、あと、勝又拓也に、自白したら罪が軽くなるとかって言ってるわけですよ。で、これっていうのは、もう自白を強要してるわけですよ。言ってしまえば心理的にね、うん、そっち側の方向に持ち込もうとしてるっていうことが、考えられるんで、これっていうのは警察のよくあるパターンなんですけど、まあ、汚いやり方なんですよ。うん。で、よくありがちなこの凶悪事件に、まあ、ほぼほぼ僕はそう思ってるっていうことを正直に言いますけど、犯人の自白しかないって言った時は、多分犯人じゃないんじゃないかと思うんですよ。明らかにおかしいからね。このような事件、凶悪事件なんで、物的証拠があるはずなんですよ。自白っていうのも別に言ってしまえばどうでもいいんですよね。そういう話ではないから。例えばさっきの話でね、ロリコンだからこの人物がやったんじゃないかと、そういうなんか、なんていうのですかね、そういうなんか思い込みみたいな、そういう話っていうのは全くどこにも説得力がないんですよ。で、この警察のね、自白強要を脅したとかっていうのも、これっていうのも全くもうわけはわからないからね。で、これっていうのだって、ここの段階でね、やったかやってないかって言ったら、やってないような部類に入ると僕は思ってるんですよね。うん。
で、まあ、そんな、まあ、水かけ論ですよ。やったやらない。警察が、誘導した誘導してないとかっていう、そういう話ね。うん。で、ここから行きますよ。ここら辺から徐々にね、核心に入っていきますけど、この、まあ、栃木、行方不明ね、小学生の女の子の事件の、まあ、勝又容疑者こと、勝又拓也は、冤罪である可能性が極めて高いっていう話ですよ。これっていうのは、ここまでお話しした流れをよくよく考えてね、どうかなとかそういう話ではないんですよ。何を意味するかというと、被害者の吉田ゆきちゃんのね、まあ体内から勝又拓也ではない人物の DNA が出てるっていうことですよ。これは何なのかって言ったら、犯人ではないっていうことでしょっていう。で、当然ですけど、勝又拓也の弁護士っていうのもここに注目してるんですよ。吉田ゆきちゃんの体内から勝又拓也ではない人物の DNA が出てるって、うん、これっていうのは違うよねって、犯人ではないよねっていうこと。吉田ゆきちゃんの遺体から勝又拓也の DNA は一切出ていないということ、明らかにこれはおかしい、犯人と思えないんじゃないかっていうふうに考えられる。だから人々が冤罪だとかってね言うのはどういうことを解釈して言ってるのかわからないですけど、この段階でそう思われる。あともう一つありますよね。勝又拓也は吉田ゆきちゃんを山の中で何回も刺したっていうことを言ってるんですけど、なんと山の中の現場に血液がほとんど残っていないってことが分かってるんですよ。吉田ゆきちゃんの死因は失血死っていうことが分かってるんで、失血死をしてる以上現場に血痕が残っているっていうのは当たり前の話なんですよ。つまりこれっていうのはどういうことかって言ったら、他の場所で丸されたっていうことですよね。他の場所で丸されて、その後に遺体を山に破棄したって、そういう話なんですよ。つまり何を意味するかっていうと、勝又拓也が犯人ではないっていう、まあ僕はそう思いますよね。ただしそんなことは抜きにして、この勝又拓也っていう、まあ犯人とおぼしき人間、裁判で無期懲役を求刑されていると、ここら辺から出るんですよ。警察と司法が裏で忖度してるんじゃないかって。そして僕が一番この事件でね、結構思うっていうか、まあ何て言うんですかね、まあ人間なんでやっぱ思うところがあって、多分ね、まあどうですかね、他の人が例えばこの事件を見てもここに目がいかないのかもしれないんですけど、僕は結構ここに目がいくんですよ。で、多分リスナー様がね、まあ、この話を知らなかったら、多分ちょっとここに、まあ、目が、まあ、行っていただきたいなとかっていうようなことなんですよね。それは何かっていう話なんですけど、この、いまいち事件っていうのはね、まあ、犯人が冤罪であるかどうかっていうこともそうなんですけど、で、この吉田ゆきちゃんっていうことは子供ね、小学生が亡くなってるってこともあるんですけど、さらにその後の展開が続いていくわけですよ。吉田ゆきちゃんのお母さんがね、いまいち事件の真相を、わからないまんま亡くなってしまってるっていう、この、ね、残念な感じ、この無念な感じを抱えてるっていう、ここに僕は一番思うわけですよ。これっていうのは何を意味するのかっていう話なんですけど、この吉田ゆきちゃんっていう、亡くなった子供のお母さんが、まあ、事件のその後に亡くなってるんですよ。で、これ亡くなってる理由っていうのはくも膜下出血なんですよね。で、わからないですよ。これは別に丸されたとかそういう話ではないんですけど、なんで吉田ゆきちゃんのお母さんって亡くなったのかなっていう話なんですけど、おそらく、まあ、この事件のストレスですね。娘が丸されて真相が全くわからないっていう話で、それに病んで病気になってしまった、ストレスで病気になってしまったっていうようなことです。で、このやっぱり吉田ゆきちゃんのお母さんっていうのはね、娘がそんな悲惨な目に遭っているんで、なんとか事件の真相とか、なんとか事件の真実を知ろうとかっていうことをずっと多分思っていたんだけど、その思いが届かずに亡くなってしまったんですよ。だから警察が何かを隠しているとか、まあ、裁判所が何かを隠しているとか、そんなことはわからないですけれども、うん、そういう意味でね、うん、このいまいち事件の真相っていうのはね、明らかになるべきだとは思うんですよ。ただしこれっていうのは僕の解釈なんで、まあ、最後に言いますけど、多分真相が表に出てくることはないと思います。そしてまあ、表現が悪いですけれども、まあ、裁判所とか警察が裏で何かを隠してるっていうことも思うし、多分ですよ、
この事件の一番の問題っていうのは多分ここにあるんじゃないのかなとかって僕が思うことがあってね、うん、まあ誰も言わないのかもしれないですけど、多分これだろうなって僕が思ってるっていうことを最後にリスナー様にお伝えしますね。この勝俣拓也っていう人って台湾出身なんですよ。で調べると日本語があんまりうまく話せないっていうことも言われてるんですよ。何を意味するのかって言ったらこういうことですよね。台湾出身で日本語がうまく話せない勝俣拓也っていう人に真犯人が罪をなすりつけたって、だからこの今市事件っていうのが、まあ、冤罪だっていう、そういう話なんですよ。確実にこれっていうのは後ろに真犯人がいるんでね、この勝俣拓也がどのように関与してるかっていうことは分からない、全く関与してないのかもしれないし、あるいは何かしら関与してるのかもしれない。ただし今までお話ししてるようにこの勝俣拓也が実行犯であるっていうことはとてもじゃないけど考えづらい。そしてこの事件の一番良くないところは、台湾出身で日本語がうまく話せないこの勝俣拓也っていう人物に真犯人が罪をなすりつけて、うん、そしてその人間を無期懲役っていうことにして、この今市事件をあの闇に葬り去ろうとしたって、そういうことですよね。でリスナー様いつも聞いていただいてるんで、僕の考えですよ、合ってるかどうかっていうのは分からないですけど、これっていうのは多分ですよ、勝俣拓也がロリコンとか多分そういう話じゃないんですよね。日本の闇組織とされている、まあそういう、まあ何ですかね、まあその少女を好む話じゃないけど、そういったところの、まあ少し前、今も言われてるけど、そのペドフェリアの対象にされたんじゃないかって。だからこれっていうのは明らかに組織的な犯行なんですよ。一人でやってるはずもなければね。で、さらに、もうここから先っていうのはわからないし、まああんまりね、こういう話は多分良くないから言わないですけど、まあ日本の闇は何を飲み込んだのかって言ったら、警察、検察、司法、裁判所も全て飲み込んだっていうことです。だからこの事件っていうのは探しても、あの真相なんていうのは出てくることはないんですよ。だけど、まあ、そうは言っても、この吉田ゆきちゃんっていう、まあ、小学生の子が亡くなってるしね、これお母さんも事件の真相を調べて亡くなってるんで、まあ、僕はね、ちょっと本当にあのこの事件がちょっと少しでもね、表に出てくれることがあるといいなっていうことを思うし、まあ、いつもね、まあ、リスナー様あのコンテンツ聞いていただいてるんで、あのまあ僕はまあこういうふうに解釈してるっていうことです。だ多分その、まあ、なんていうんですかね、多くの人がそうなんか冤罪だとかって言ってるかもしれないけど、うん、まあ多分そうだと思います。でももうちょっと一歩踏み込んで、それなぜ冤罪なのかって、何が どこがどうおかしいのかっていう話もそうだし、このやっぱり一番はね、ずっと事件を分からずに数年間このお母さんが悩みながら、それでこうなんか亡くなっていったっていう、多分この無念ですよね。でおそらくは最後に僕は話しましたけど、うん、まあ台湾出身の日本語を話せないこの勝俣拓也に罪をなすりつけた真犯人がいるっていう、これが多分この事件の真相なんじゃないかなって思います。まあ、信じるか信じないかはあなた次第ということで、まあ、リスナー様の判断にお任せしますけど、多分こんな感じなんじゃないかなって。で結構この事件っていうのはあのいろんな意味で、まあ、考えさせられることがあるかなとかっていうことを思うんで、まあ、ちょっと僕なりにお話ししてみました。結構これね、調べてたんですよ、うん、まあ結構な、まあ、まあ時間って言ったらあれですけど、で、まあ、まあ僕は一応こう思いますっていうことで、うん、まあ多分、まあリスナー様も似たようなことを思っていらっしゃるかもしれないですけど、まあまあまあこうなんじゃないのかなって、まあ間違ってもね、まあいらっしゃらないと思いますけど、この勝俣拓也が犯人だよなとかって、そういうようなあのことではないと思います。もうこの事件のね、闇っていうのはもうこの裁判長もそう。松原さとみっていう裁判長も そうですし、あの、まあ、警察の自白強要っていうのもそう。で、この事件とは直接は関係ないっていうけど、この亡くなった吉田ゆきちゃんのお母さんがね、亡くなったっていう、そこも本当悩むところだし、この台湾出身の勝俣拓也にが多分真犯人に罪をなすりつけられたっていう、多分そういうものすごい日本の深い、闇を抱える問題なんじゃないかなっていうことで、まあ、ちょっと今回はあの僕なりにこの今市事件というところを思うところをお話ししてみました。まあ、あのリスナー様のね、まあ、思ってらっしゃることに一つでも、まあ、何かしらでもあの、まあ、参考になっていただけることがあればと思うということで、まあ、今回の音声ここで終わらせていただきます。皆様いつも聞いていただいてありがとうございます。まあ、気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。